私は第二構造設計部に所属しており、構想の工作物の設計を行っています。職場はこの業界では珍しく女性が比較的多い環境で、また先輩たちも優しい方たちばかりですので、未経験の私でも初年度から成果を上げ続けることができています。情報システム開発部との連携により社内ソフトを充実させ、最大限のコストパフォーマンスを実現できている点です。私が設計しているのは60メートルを超える高い建物がほとんどなのですが、非常に業務の内容が難しくなり、また工程も長期間のものがほとんどですので、そういったものを力を合わせて終了することができると非常にやりがいを感じることができます。目標はどんな建物でも設計できる技術者になることです。私は構造改善技術部に所属しており、さまざまな構造物の強度問題、振動問題の解析を行っております。この仕事をやっていく中で、自動車や船舶、建物やロケットまでさまざまな構造物に共同検討などで関わることができて、新たな考え方の発見もあり、やりがいを感じます。現在私は社会人博士号取得を目指して大学院に在学しております。部署内の業務調整も行いやすく、柔軟な働き方ができる職場です。パル構造は構造設計、構造解析、建設コンサルタント、そして情報システム開発を主な業務とするエンジニアリング会社です。この4つの技術を連携して長崎から世界のインフラ整備にお役に立てるよう取り組んでいます。私たちと共に活動してくれる仲間を求めています。チャレンジしてみませんか？皆さんの応募をお待ちしています。